大阪府では新たに54人が感染し、2人が死亡したことが分かりました。大阪府は新たに男女54人が感染し、これまでの感染者のうち70代の女性と80代の男性の2人が死亡したと発表しました。このうち23人は、集団感染が発生したナビハヤリハビリテーション病院の職員や患者で、 この病院の感染者は合わせて122人になりました。兵庫県では新たに19人が感染し、このうち4人は集団感染が発生している神戸市環境局須磨事業所に勤務する職員です。須磨事業所での感染者は合わせて11人になりました。昨日の新たな感染者は全国で38。4人、死者は20人になりました。